イル -112 イル -112V の模型イルマ -112 は、イリューシン設計局が、イル -114 をベースに開発しているアン -26 とアン -24 の後継となる輸送機である。イル -112 の開発は、アン -26 の後継機として、民間型の予備設計が公的資金ではなく、イリューシンの内部資金で1990年代。 前半から開始され、メディアでは旅客機と発表された。イルーシンは航空機生産の資金調達のため、イル・バシコルトスタンを設立し、イルマイナス -112 プログラムの資金をバシコルトスタンの石油の販売収益から確保した。イルマイナス -112 の量産は1994年にクメルタ航空機生産合同で行うことが計画された。続いて、 ボロネジ航空機合同で量産することが計画され、後に正式に決定された。しかし、経済危機のために開発作業は停止した。2004年4月、IL-112V はロシア国防省が実施した、AN-26 の後継となる、軽量軍用輸送機の開発に向けた、設計コンペにおいて、MIG-110、M-60LVTS。M スマイナス 136t と競合の末勝利した。機体のレイアウトと予備設計は同年12月に提示され、2005年5月第61空軍司令官のビクトルデニソフ中将はメディアに対し、最初のイルマイナス112は2006年に初飛行し、2007年に最初のバッジがリリースされると述べた。翌年4月、アレクサンドルゼリンは、 イルマイナス112の採用を計画しているとの声明を発表した。2009年8月5日、初飛行の予定が2011年に変更され、70機の発注が期待されると報道された。しかしその後もイルマイナス112は、開発遅延を繰り返し、財源の不足及び技術的問題などにより、同年アナトーリーセルジコフ国防省が、 いる -112 の開発凍結を指示した。これに伴い翌年8月、ロシア国防省は、軍はこのクラスの航空機が多数必要なわけではない、ことを指摘して、開発費用の支払いを一時停止したことから、試作機の製造も停止された。4機の試作機製造には8億ルーブルが必要であったため、国防省は4機の試作機製造のために、 国防予算以外から資金を得て開発する可能性を探るよう提案した。一連の流れを経て2011年5月、ロシア国防省は正式にいる -112 の軍用輸送型の調達を放棄し、7機のアンマイナス -140T を購入することを決定した。これを受け場所は同年7月20日に1機の試作機の製造を停止したことを発表した。 2012年10月16日、ドミトリーロ・ロゴージン副首相は2国間の政府間、委員会において、インドに共同生産を提案していると発言した。2012年12月24日、ロシア国防省は供給の遅延都市圏で、いくつかの欠陥が明らかになったことを理由に、アン -140 の調達を中止した。これに関連し、翌年1月10日に、ロシア空軍が、 イルマイナス112の開発再開を検討していることが報じられた。2013年6月24日、ロシアが新たに実施されるアンマイナス26の後継機の選定においてアンマイナス 140t とイルマイナス112を検討していることが報じられた。同年6月26日にはイリューシン設計局が新しいターボプロップエンジンを確保するために クリモフ設計局に対して技術仕様を送付したことも判明した。2013年8月12日、イリューシンのゼネラルデザイナーであるビクトル・リバノフは航空機に関する作業が再開され、2018年までにロシアが2機を受領する予定であると述べ、開発の再開が確認された。同志はこの決定はユーリ・ボリソフ第一副国防省によるもので、理由として、 アン -140t は胴体の直径を大きくする必要があるなど多くの変更が必要で、それは実質的に新しい航空機を開発するのに等しいということ、また部品の供給が途絶する危険性があるといったことが挙げられたことも明かした。2014年12月23日、イリューシンはイル -112 の開発契約を締結し、 最初の試作機は2016年に完成、最初の量産機は2018年からの出荷を予定していることを明らかにした。翌年4月2日、イリューシンはテクノディナミックスとイル -112 用の電源システムの開発のための契約を締結。同年6月11日にロシア国防省がイル -112 の技術設計を承認した。 2015年7月30日、イリューシンはテクノディナミックスとイル -112 のシャーシ及び油圧シリンダの開発のための契約を締結した。2015年8月27日、バスは最初のプロトタイプの生産を開始した。2015年9月2日、ロシア軍によるテストが2019年より開始されることが明らかとなった。2016年1月20日、 アビアスタル SP は最初の部品の生産を開始した。2015年12月10日、バソは、イル -112 製造のため13億ルーブル以上の費用をかけて、設備をアップグレードすることを計画していることが報じられた。2016年9月、ロシア副国防省のユーリ・ボリソフは、生産契約に署名しようとしていると会議において発表し、UAC は、 この契約に基づきシリアル番号0103と0104の2機が2019年以降、開発作業に使用されるとした。2016年7月、ザギーの風洞において、フラッターモデルの第一段階の試験が実施された。2016年12月、イリューシンのディレクター、ドミトリー・セベリエフは、最初のバッジ2機を供給するための契約が2017年に、署名されると発表。 また初飛行は2017年7月より前に行われなければならないとした。2017年1月28日、ロゴージン副首相はバスを訪問した際に7月1日に飛行すると発言した。2017年4月11日、UAC の社長であるユーリシュルサルは納入が2021年になると発表した。5月29日には、 ロゴージン副首相が初飛行は2017年末になると発表した。しかし6月20日にイリューシンのチーフデザイナーであるニコライ・タリコフは初飛行が2018年初めに延期されたと発表した。初飛行の延期は主に核装置に関連するもので量産の開始時期には影響しないと述べた。これについて7月19日付の 軍産複合体内部の RNS ソースによると、イルマイナス -112V は、基本的に新しいシステムを備えた新しい機体であり、システム、機体それぞれについて、大量の試験のみならず新しい試験方法そのものを、開発する必要もあったためだという。2017年8月19日、ロゴー人副首相は、イルマイナス -112V の試験のための準備が、 最終段階にあることを報告した。イル -114 がベースとなっているが、胴体の長さは6.2メートル減少し、高翼配置となっている。主翼は直線翼で、垂直尾翼は垂直安定板と方向打で構成される T 字型である。主翼は、ロシアの輸送機では初となるモノリシック翼が採用されている。フラップは、 油圧式でなく電気で動作するようになっており、システムの重量を軽減し、その性能と保守性を向上させている。この主翼は特別なブラケットとブレイスの助けを借りて2つのパワーフレームで胴体上端に装着される。主脚は胴体脇のバルジに収められており、格納式のホイールにはテレスコピックタイプの衝撃吸収システムが装備されている。このため、 非補装飛行場における運用も可能である。昼や夜悪天候下でも任務を遂行でき、ICAO カテゴリー2の飛行場への自動着陸や軽機着陸装置がない不十分な装備の飛行場への手動着陸も可能。キャビンの大きさは長さ11.28メートル、幅2.48メートル、高さ2.42メートルで、 貨物の積み下ろしのためのローリングランプが取り付けられる。一方で短距離離陸、着陸ミッションには適していない。貨物室には、ユスマイナス452クラスの車両2両あるいは、最大50人の人員、最大25人のパラシュート、武装装備の兵士を積載可能。エンジンやアビオニクスについては、イルマイナス114から300と共通のものとなる、予定である。 アビオニクスには高度な統合型デジタルアビオニクススイートアイクボー -112 が装備され、システムにはプライマリフライトディスプレイ、多機能ディスプレイ、ナビゲーション表示、エンジン計器、乗員警告システム、電子集中型の航空機モニタリングが予想を得られる。すべての航空情報並びに航空機システムの動作に関する情報はコックピットに5つある。 液晶ディスプレイに表示される。また、モスクワ電気機械技術、オートメーション研究所により開発されている、ストラップダウン完成広報システムが装備される予定。エンジンには、TB7 から 117ST が装備される。このエンジンは、AN-26 の AI-24VT と、比較して2.24倍の燃料効率を持っており、航続距離に貢献している。 出力は離陸時2800馬力、最大離陸時3000馬力だが緊急時に限って3500馬力の出力を発揮できる。騒音レベルや有害物質の排出についても ICAO の規制に準拠している。計画当初は TB7 から 117S を搭載予定であったが SM に変更され最終的に ST になった経緯がある。自己防御用には ダイルシエムなどを含んだビテブスク防衛システムが搭載される。機体は大きな修理せずに、対空性に必要なレベルを提供できるとされており、割り当てられたリソース内において、最小限の運用コストで運用できる。イル -112V の開発と生産は30のロシア企業と50以上の航空機部品サプライヤーの参加を伴う。着陸装置はアビアアグレガット、 複合材料の製品や部品の供給は、エローカムパスとハッチ、ドア、胴体パネル及び他の機体の部品を、アビアスタル、SP、エンジンの製造を、クリーモフがそれぞれ担当する。残りの85%の部品の製造と機体の最終組み立ては、ボロネジ航空機製造合同によって実施される。初期の2機の生産には、使い捨ての軸が使われたが、 今後の計画として年間8から12機の生産を行う予定である。イリューシンでは国防省、FSB、緊急事態省やその他の省庁に需要があると見ており、2030年まで200機が公共のカスタマーに渡される計画があり、議論しているとした。2015年6月の時点で装備された機材の機密を守るため輸出は考えられていないが、 将来的にこれらの機材を外した形式が開発される予定である。インドとウルグアイが興味を示している。出展 ilyushin.org トップワール初限性能。ありがとうございます。